リープライド。さあ、行きましょう。マネージャーさん、どうしたんですか？嬉しそうにして。私を探してた。別に、要件があれば電話で聞きますけど。は？何ですかこれ。誕生日プレゼント。はぁ、あ。そういうことですか。一応聞きますけど、どういうつもりなんです？わざわざ手渡しとか。プレゼントにしてもペラッペラですし。まさか手紙とか言いませんよね。まあ、受け取ってはおきますけど。妙な期待はしないでください。では、私は予定があるので。お疲れ様です。フランです。プレゼント、ありがとうございました。それと、その、変に、勘ぐってしまったようで、すみません。実は昔、プレタポルテの役員の方からも、お祝いをいただいたことがあったんです。ただ、ついでに食事でも、とか、しつこく付きまとわれてしまって。こんな裏がないプレゼント、久々だったので。というか、裏があるにしては、全カードのゼロの数が足りませんし、見て笑っちゃいましたよ。マネージャーさんは、本当にただのお人よしなんですね。ちょうど読みたい本もあったので、ありがたく使わせていただきます。あ、それと、次から宛名は、山田様へじゃなくて、フラン様へにしてください。間違えないでくださいね。では、失礼します。フランさん、お誕生日の日でも、株式投資に熱中しているようでした。本当にストイックですよね。フランさんが誕生日にもらって喜ぶものか。うちの別荘あたりの不動産投資の話とかどうやろ。フランさんのお誕生日ですけど、 3X の方々は何もしないみたいで、あれが大人の関係なのでしょうか。今日はフランさんの誕生日なのね。みんなに祝われてる時くらい嬉しそうな顔をすればいいのに。フランの持っている株が上がったらしいね。歓声が聞こえたから誕生日を喜んでいるのかと思ったよ。フランさんのお誕生日ですね。葵さんと同じ星座ですけど、似てるとことかあるんでしょうか。フランさんにタンプレ渡すなら何がいいかなとか考えましたけど、現金以外興味なさそうですよね。フランさんにお誕生日に何が欲しいか聞いたら、高く売れそうなものって言われちゃいました。の誕生日ですよね。お祝いしたいんですが、 3X の皆さんに聞いても居場所を知らないらしく。フランさんのお誕生日なのでお洋服をプレゼントしたのですが、怪訝そうな顔をされていました。フランさんの誕生日でしたよ。
3X の皆さんは誕生日会などはしなさそうですわよね。フランちゃんの誕生日だ。パリにいた時は豪華なパーティーとかしてたのかな。フランさんのお誕生日なのでパーティーを開こうと思っていたんですが、迷惑ですかね。フランさんの誕生日なのに 3X はいつも通り喧嘩してた。喧嘩するほど仲良しなのかな。フランさんのお誕生日パーティー、おしゃれな人がたくさん集まりそうですね。ちょっぴり憧れます。今日はフランさんの誕生日です。スリックスはお互いの誕生日を知らないらしいのですが、彼女たちっぽいですよね。フランさんパリコレに出たみたいだし、お誕生日プレゼントは本場フランスのワインってどうかな。フランの誕生日とか初めて知ったわ。 3X は祝いあったりしないし、他人の誕生日なんて興味なくない。フランとは2年ほど一緒に活動していますが、ちゃんとお祝いしたのは今年が初めてです。私の誕生日知っていたんですね。言葉だけじゃなくて現金を振り込んでくれてもいいんですよ。